今日リップ赤いかも、結構。毎日アイドルだね、確かに。そう、リールナチュラルメイク、インスタ見やな、人生で損してる。エブリン楽しみにしてて。まつげ綺麗すぎ嬉しい。この間マツパしたから。そうだそうだ、あれだ、ツイートしてもいい？ツイートしようかな。神対応の人そんなことないです、全然。なんか明るいすぎて飛んじゃってるね。これぐらい？よし、ツイートします。にゃん、ツアー超楽しみね。もうマツポン寝ちゃう毎回。カスちゃんおはよう、ありがとう。おはよう、マキ、ミオちゃん、あ、ルチャーだ。明日の8時絶対に第2開けておいてね。オーダーリンですよ、オーダーリン。オーオーちょっと待って、難しいねこれ。オーダーリン、ダーリン、むずぐ。これさ、開けなきゃいけないのかな。オーダーリン、オーダーリン。かっこ、明日朝8時に終わるの、仕事お疲れ様や。かっこかっこ、オーダーリン、オーダーリンね、難しいよね。オウオウダーリングだ。なぎちゃんが今苦戦してますから。今日何してた、秘密、ヘイブンだ、ターシー、オーナギサ。世のリップ、これ世界近い5頭の女の子、楽しみすぎてヤバみ、ロッシー、楽しみにしてて、楽しみだ。よし、ツイートしたよ。今日も可愛すぎる、ありがとう。にゃ、ディール可愛すぎる、ありがとう。マイカちゃんだ、みたけたん。今日のリップマット、確かに。よし、ツイートします。きゃー、楽しみで眠れない。夜、夜しか眠れない。夜しか眠れない。眠れない、頭抱え。そりゃそう。うなちゃん今日巻いてる、そうなの。待って、また私に会って言ってた。ちんちんくま、ありがとう、仕事お疲れ。春にゃんだ、だし猿。みんなリツイートといいね、早すぎ。それな、昨日の君はた5000回見たの。じゃあ5001回目も今日見てね。よし、じゃあフリートにリール、インスタグラムのリール見てほしいな、なんてってつぶやこうじゃない、つぶやこうかな。今日の前髪調子、リサと話してた内容気になってガチででもレスマンシェンでした。本当に喋ったよ。ターシーサル、インスタのリール、インスタグラムの、そう、そろそろナータンのねのリール楽しみ見てほしいな、なんて。てれてれ、森の Q さん、くま、ありがとう。勉強頑張らないと、頑張って。今日のナータン可愛くて偉い。リールのガチャガチャのカプセルないで、どういうことやねん。ほら、そう、彼女感あるよね、あずみちゃん。好きピッキタ、好きなの。あれ、ポムちゃんじゃないよ。今日美女強い、嬉しい。さあ、いっぱい、もういっぱいも忘れたの。あー、リールさっき見てきたけど胸が痛かった。
なんと私の彼女だと確信しました。好きやリール可愛すぎてた。むしろ妹。エブリンさんのよく買ってね。もし皆さんよかったらお揃いにしましょう。リールのやつで草食べて、どういうこと草食べてるって、おもろすぎでしょ言い方エブリンね、嬉しい、みんなお揃いにするって言ってくれて。リールみんな見なきゃダメだよ。エブリン店ごと買うわ、やばいやん。エブリンさんはな、でもいつから、5月の中旬ぐらいにあのビジュアルが出ると思います。ビジュアルが出る。ストレートヘアのファンありがとう。そういえば大人ジェリービーンズを歌いたいなって思ってきた。オフィシャル可愛いよね。ソリールインスタ今日メイクしてるよ。今日いつもと確かにちょっと雰囲気違うかもしれん。巻き巻きマニア嬉しい。そう、ししゃもさん大好きなの。あ、あゆちゃん多分私が着用してるので、ま、今発売してるのオフショルだけかな、多分だけど。これがキスか。ししゃもさんの曲めちゃめちゃ好きです。え、絶対似合うよ、せなちゃん。みんなありがとう、買うって言ってくれて。なぎ、なぎさじゃない、なーたんの萌え台詞もやろう、今日。嵐さんもありがとう、カツ丼だ。あ、いおりちゃん、昨日いおりちゃんのね、あの、朝起きてツイッター見て、すごい、なんかね、すごい嬉しくて、ママに見しちゃった。シンクロときめき前歌ったんだよね。バンドさん大好きですよ。大人ジェリービーンズさ、ちょっと一回入れたおうかな、聞こうかな。似合うよアウラ。あー、お疲れ様です、ありがとう。それはなあたん、ぴょちゃん、くまありがとう。バン気をつけないと。確かに確かに、これだったら聞こえない、大丈夫、聞こえないかな。やっぱ予習しとかないとねっていうのがあるよね。多分いける気がするんだけどな。今日なんか大人っぽい、そう、全く聞こえん。お爪かわいい、爪ふん聞こえないよ、偉すぎたんこ、ありがとう。予習大事。ほみちゃん元気だよ。今日もシキピオフショル走れバイシクル大好き、大スキルだって大スキルえ、オフショルの色でおすすめ。でも私ピンクも絶対かわいいなって思う。そう、今日も可愛すぎんか、ありがとう。リールのワンちゃん可愛いでしょ、めちゃめちゃ可愛いよね、大好き。ワンちゃんしか勝たん。オフショルの丈感はそん、あーでもお腹こうこう、ちょっと私の身長で手あげたらちょっとお腹が出るぐらいかな。ぜひエブリンさん来てください。皆さん来て会いに来てほしいな、お話し会とか。ワンコしか勝たんの様相。聞こえますか？飲みます。ヤングチャンピオンもぜひ楽しみにしてて。お腹出して歩く、かわいい。もいちゃん、じゃあ前はオフショル綺麗。なんでやねん聞こえますか？あ、でもまたループしちゃうかも。タンシー飲みますの前に飲んでます。確かに飲みますって言いながら飲んじゃう。一回ごめんね、みんな、ちょっとまたループしたらごめん。大人
ゼリー。あ、ないんだ大人ゼリービーン。あ、あった、爪キラキラかなちゃん。へそ出し NG なの？ループ待機やめてよ。ループあり。まゆちちゃんだ。レナ仙台のヒーター。大人とそまつげギャンギャンだよ今日は。最近眉毛の描き方変えたかも。確かに急に歌い出す女、うん、多分歌えると思うんですけど。土曜日の遊園地で最初に乗ったのは、子供の頃に好きだったコーヒーカップ。初めてのデートだから、向き合うと恥ずかしくて、横に座ってハンドルぐるぐる回した。タイプじゃないとずっと言っていたのに、二人はいつの間にかお似合いのカップルみたいだね。ジェリービーンズ口の中入れた時、不意に顔が近づいて唇に住まれた。12秒くらいはそのまま動けなくて、これがキスか、これが恋か、薄目開けて見ていた。大人誕生、名物のジェットコースター、黄色い目が落ちる。さっき以上ドキドキはしたくないよ。夕暮れの浜辺とかでファーストキスしたかったのに、親子連れかコーチを見てる炎天下。それでもきっと逆に想像もしいから、緊張することもなくいつもの私でいられたんだね。ジェリービーンズぐにゃぐにゃの感触が言葉にはできないほど甘くて切なくて、生温かかったよ。柔らかなその秘密、これは夢か、これは愛か、青い空が眩しい。大人誕生、ジェリービーンズ口の中入れた時、不意に顔が近づいて唇盗まれた。12秒くらいはそのまま動けなくて、これがキスか、これが恋か、薄目開けて見ていた。大人誕生、大好きこの歌。最高かよ。なんかなんかね、大好き、ありがとう。そういえば私さ、永遠プレッシャーって歌ったことあるっけ。投げ込んほんましやすい。俺も好き、嬉しい。もう一応当たらなかったのでここで湧きます。湧いて湧いて。ない気がする。ほんとない。永遠プレッシャー歌いたい。ある、完璧すぎてさすがにした。あるんだ、永遠プレッシャー歌ったことあるのか。こうやったらハッチーだ。あ、竹若丸タワーありがとう。丸、今日のたこ焼きなんかしてほしいことあったら竹若丸書いて。にゃ、はい、今日の竹若丸のたこ焼き。
今日も来てくれてありがとう、滝若丸。いつもずっと好きでいてくれてありがとう。本当にね、ずっとずっと覚えてますよ、私は。ずっと昔のことから、滝若丸に初めて会えた時とか、そう、ずっとショールームで応援してくれてたからね。だから嬉しいんだ、ずっとこうやって好きでいてくれるの。お疲れ様って言って。お疲れ様、今日も一日頑張ったね、竹岡丸。今日も大好き丸大好き丸。エンプレッシャーか、走れバイシクルか、あとなんだろう。エンプレッシャー、走れバイシクル、気づいたら片思いとか、流星くん、くまくまくま、ありがとう流星くん、大好きだよ、今日もありがとう。部活中、気づいたら片思い、バイシクル、気づかた人気だな、やっぱ気づかた歌おうかな。ループしたらごめん。ずいた、そっか、気づいたら片思いってさ、一回なんか歌った時さ、ずれてたんだっけ。たらよし、この歌大好き、いつも言っちゃう。みみちゃん、くまありがとう。気づいたら片思い、いつの間にか好きだった、あなたを思うその度、なんだか切なくて、人は生まれて何回の出会いがあるの、今度こそ運命だなんていつも信じて、それでもなぜかすれ違って傷ついて、絶対恋なんかするもんかとあれから決めていたのに、紹介された時に興味ないふりをして、不愛想だったのは自分を守るためだった。誕生日もクリスマスもバレンタインデーも、一人でも過ごせる強さをようやく身につけたはず、あなたがどこにいるか気になるし、電話かけて声を聞きたい、あんなに苦しくて辛い日々、涙だってもう枯れた今の私を、気づいたら片思い、いつの間にか好きだった、あなたを思うそのたび、なんだか切なくて、気づいたら片思い、認めたくはないけど、工場になっている分、心は脆いかも。友達の一人だと思い込もうとして、無理に普通でいようとしてたら余計にぎこちない、あなたを紹介してくれた彼女のことまで、近づく異性に嫉妬して呆れさせるでしょう、傷つかない唯一の方法は臆病でいることしかなくて、でも自分に嘘はつけない、人混みの中そうあなたを探していた、初めから分かってた、いつの日にか好きになる、あなたと目が合った時本当は予感してた、初めから分かってた、特別な人だった、恋とは与えられるもの、決して抗えないから。
たら消えそうで、気づいたら気づいたら気づいたら片思い、いつの間にか好きだった、あなたを思うその度なんだか切なくて、気づいたら片思い、認めたくはないけど強情になっている分心は脆いかも、受け入れるしかないね、にゃにゃん、ありがとうございます。みんながうまいって言ってくれるから嬉しいです。私は過去最高かもしれん、嬉しい。ちょっと飲むね。声に合ってる、嬉しい。まきちゃん、くまありがとう。ファーストツアーでは歌ってないよ。天才ですか、表情まで完璧っす。ほっ、うん、ズルズルあたりから歌がすごい。あ、固まった。違うの聞いて。これはあの充電が 10% ですって表示されちゃったから。そう、さまる。じゃあみんな、なーたんの渚の渚の片思いじゃなくてなんだっけ、ハッシュタグ渚の萌えゼリフやろうよ。一昨日の代理でも、嬉しい、ありがとう、そんな風に言ってくれて。そう、 10% なんすよなんすよとか言って、なーたんの萌えゼリフやろう、大好きになりましたって。はい、ハッシュタグなーたんの、あなたの萌えゼリフ、切ない顔すこ、嬉しい。お化けまだ出てこないね、怖いな。あ、もうあなたが驚かさないでよ、怖いじゃんか。私のこと守っていてほしいな、バク。ジェットコースター、お化け屋敷、怖いからやだ。観覧車がいいな、だってあなたのすぐ隣で景色見れるもん。でも高いところは怖いから、ずっと手つないでてね。会場にいなくたって君のこと思ってるよ。何時までやるかな、9時7分までやるかな。まあどの顔息子、バカが最高です。ナータンとポムどっちが好き、ねえどっち、バカ大好き。めっちゃバカって言うよみんな。お仕事お疲れ様。 A secret makes a woman woman、 あ、これ好き私も。It's a big secret. I'm sorry I can't tell you. 好きこれ。君が私の頑張る糧だよ。気づいたら片思いしてました。好きやぞ。ポムじゃないよみんな。渚以外アウトオブ眼中でしょ。君のこと誰にも渡したくないんだ。今日お腹痛いの？大丈夫？渚が温めてあげる。今日も渚が一番だよね。勉強頑張れ。バブで勉強頑張れって何？発音良すぎ？嘘。気づいたら片思いしてる？気づかた好きって言ってたけど、私たちもう両思いだもんね。男の子もエブリンお揃いにしようね。君がいるから今日も幸せ。ナギオが好き、ナータンが好き、ゴフィーが好き。あなたはもう私から離れられないんだよ。だからずっとそばにいて。試験頑張ってね。今日もナギサのことだけ考えてくれてた。ナギのこと本当に好きならチューしてよ。恥ずかしい、なにこれ。ちょくちょく止まる、嘘。止まった？ピエミ。
充電してるよ別に。なんでだろう。モザ。あった。充電切れで LINE 見てなかったの？おこだよ。ギュッてしてもいいですか？ナギのこと本当に好きならチューしてよって言った？これはにゃバイトお疲れ様、今日はゆっくり休んでね。好きって言えよ。ほほ、僕めっきグーフィーやないかい。あなたのこと誰にも渡したくない。ねえ、もう4時なんだけど。さすがに寝て。寝ないと怒るよ。ミートボールキャッチキャッチキャッチ。バブでお願いします。ねえねえ、もっと遊んで。なぎちゃん高いところ苦手だから観覧車乗りたくないけど。けど君と乗る観覧車なら悪くないかも。お前のことが好きなんだよ、この地球上の誰よりも。他の女の子見ないで、なぎさだけ見て。なぎちゃんが作ったハンバーグ食べて。こっち見てよバカ。あれ顔赤いよ、どうしちゃった？ハッピーラッキーみんなに届け。昨日彼女さんに私とあなたの関係全部バラしちゃいました。あなたはこれからどうするの？やばくないかなこれ。11000回転まできっちり回せ。ナータンのことしか好きじゃないでしょ。ナータンとの時間が永遠に続きますように。ねえ、隣にいる人誰？ちゃんと、ちょっとちゃんと説明しなさいよ。たまにある悪女死ぬ。生きてるだけで偉いよ。家にいるのに帰りたい。これめっちゃ言っちゃう私も。ねえねえ、もうちょっと一緒にいたいな。8分までやるね。なんで俺以外の配信に行ってたの？答えるまで返さない。バカ、私の方が好きだし。ねえねえ、もうちょっと一緒にいたいな。ねえ、ゆりかのダメでしょ絶対これ。記憶のコップがもうあなたでいっぱいだよ。なぎに内緒で何かしてないよね。スマホの中身見せてくれないと行ったんだもん。まだ帰りたくないんだけど。スクショタイム。何しよう。もう、なんであの子にいいねするの？君は渚のものなんだから、渚以外見たらダメだよ。ねえねえ先輩、私にしませんか？ツアー外れたの？渚が慰めてあげる。大丈夫だよ、ずっとそばにいるからね。またしたね子猫ちゃん。足形お疲れ様、渚のために働いてくれてありがとう。なんでそんなに可愛いん？ほんまに好きやねんけど付き合ってくれへん？渚とファンの皆様両思いみたいだね。はは、私メイキーできないんだよ。私だけ見てて。渚がこの先もずっと一番だよ、約束。凪の焼肉取らないで。今日もお疲れ。ねえねえ好き。にゃあたんだにゃあ。10分までやるわ。ひっつき虫よりくっついてね。世界平和って知ってる？私のことだよ。もうタラちゃんやだ、恥ずかしい。試してみるだけ言うわ。いつもは言わないけど、お前が一番だよ。ねえ、まだ私の家まで直通の線路引いてくれてないの？なんやねんこれ、おもろすぎるやろ。とこんな感じかな。こんな感じですかね今日は。お、時間伸びててくそ。それな、今日はこんな感じで行かせていただきたいと思います。マジか。
おぎやのインスタライブしてるの？めちゃくちゃ良かった。ありがとう。本当だ。話してる。かわいい。いいねしとこ。日に日に進化してる。今日もありがとう。こちらこそでよろしよう。嵐さん、ともちゃん、関西弁とても良かった？バラされちゃった。ほんまに好きやで。いや、男装は似合わないのでね。ナタの魅力たっぷりでした。流星くん、ありがとう。ねえ、本当にありがとう。そんな飽きないって言ってくれて。今北産業めいちゃん読まれて嬉しい。ナータの即興劇組んでんだよ。確かに渚の一人劇とかやってみる。なんか毎回神回かんちゃん。じゃあなんかさ、シチュエーション決めてナータが一人で劇する。いや誰が面白い。見てたインスタライブするの前本当に企画見たけど。やっほー。本当かな、自信知らない人あのツイート見た。確かにヒロポン、それ父の子やん毎日の癒しはなたないし嬉しい。あ、渚の一人劇面白そうだよね。リーたわ、ありがとう。リーだ、リー嬉しいよ。今日もありがとう。斉藤渚のタオル持ってくれて、リー本当に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 ライオンなんだけど本当に D はお姉ちゃんと同い年なんだけど、なんかそんな、まあ、そんな風に思えないっていうか、なんか本当に優しくて、渚を包み込んでくる本当に優しいお兄ちゃんみたいな感じで、どんどん話すたびに D のこと好きになるし、なんか多分こんなに優しい人いないんじゃないかっていうか、いつも言ってるけど、そう本当に優しいなって思うし、なんかずっとずっと好きでいてほしいなって、ずっとそばにいてほしいなって渚はいつも思ってる。D ありがとう。そして毎日お花畑とかいっぱいリップとかしてくれてありがとうね。もしよかったらここにやってほしいこととかあったら書いてほしい。てかお姉ちゃんと同い年ってバレしちゃったバレしちゃったにゃん。一人劇、そう本当に本当にライオンなのよ。暴れないくんだ。サファリパークなの。無理サファリパークなの本当に。ハニャがナタ呼んでかわいい。タイからのアーティークもありがとう。そうここに好きだよ D D D がいつも来るたびにねニヤニヤする。いつその答えはイコールラン。ちょっと暗いかな今日。このもちろん明るくする。これぐらい。あ、のののちやんだね。次何歌う？なんか歌ってほしいのある？にゃん。あ、なった。え？ちょっと待ってね。二人でどこか行きたいです。嘘、 D お誕生日なの今日。待って、おめでとう。じゃあみんなハッピーバースデーを歌おう。せーの、 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear 渚の大好きな D Happy birthday to you。 おめでとう。今年も一年幸せにしてね。そして私が D のこと幸せにするね。今年も大好きだよ。いつもありがとう D。 早くまた会えるの楽しみにしてるね。すごい記念すべきお誕生日なんだって。お誕生日、潮風の招待状今聞いてる。いっぱい呼び捨てファンタジーにゃん。めっちゃカエデちゃんだ。フォローしました。あ、あれもいいよね。悔しいくらい叫ぶから広いこぼてい。でもあれ高いよね、キーこの恋トランジイコノイ48さん、けさかみちさん、ラスアイさん、みんなおめでとうって言ってて可愛い。なんなの私のファンの方って可愛い。ウケる、本当に可愛い。かおちゃんだ。そう、ストレートなぎちゃんだよ。最強ツインテールは与えないんですよね。こいたらいいよね。
テンプレの間違えて押したの読まないでください、死ぬ、バリおもろい。バンドワゴンに振り回されない、かわいいな、斉藤凪沙ちゃんです。さっきリール見た、嬉しい。この恋トランジットか、あともちゃんお疲れ突破、あとは走れバイシクル永遠プレッシャー、あとはなんだろうな、あとなんだろう。キンガムチェック、恋の模様、ブルーホワイブルー、どっちだろう、愛しくて切なくて心は恋しか、何がいいですか、アーモンドクロワッサン、これがお目当て、え、何がいい、それアーモンドクロワッサンもいいな、アーモンドクロワッサン、バイシクル、ナメクジハートないんじゃないかな、わかんない、ナメクジハート、ナメクジハート、ギンガムチェック、チェック、フライングゲットもあり、フライングゲットもあり、この声はトランジット、フライングゲット、この声トランジット、はい、熱っと、アーモンドクロワッサン計画、ナメクジハート、ギンガムチェック、フライングゲット、この恋はトランジットだったら何がいいですか、この中だったら。何がいいん、恋トラ、フラゲ、ギンガムチェック、全員違う、アーモンドクロワッサン計画、恋トラ、恋トラ、何がいい、フライングゲット、アーモンドクロワッサン計画、フライングゲット、恋トラ、ギンガムチェック、恋トラ、恋トラが多いかな、恋トラ、フライングゲット、じゃあ3曲歌おう、全部全部今日歌おう、多分充電できたと思う、これで。フライングゲットの頃生まれてますよ、全部歌っちゃおう、じゃ休み休みでね、ループしたやろうね、ほらそうやって結局ループすんだから。今トランジット、ふう、長、高いよね、でも。あ、緊張する。君のことが大好きと悔しいくらい叫ぶから、眩しい日差し聞き飽きた授業もいつも通りなのに、何にも手につかない、え、訪れ、嘘でしょ、そんな、これでいけるかな、いけたんじゃない、若干ずれてなかった、どういうこと、隣の席君が輝いて、一緒に過ごした時間も思い出し、
恋は辛いね、もっとかのなんて呼ばないでよ、なんで最近モテてるの、目があってウィンク惑わせないで、君のことが大好きと悔しいくらい叫ぶから、あの日見捨てたことは忘れるわ、私また信じてる、見捨てには君がいい、今はきっとこの恋と同じ、違う誰かで会って恋をして、そんな予定もないまま進んでくカラーポカレンダー、復活中の真剣な顔、切なくなるその眼差し、好きなあの子にもそんな顔してるの、君のことが大好きと届くように叫びたい、誰かといても君を重ねている、この恋を諦めて他の人見つけたら拗ねてくれる気まぐれグランピー、思い出だったあの香水、大切だったあの言葉、君の口づけも忘れたくない、君のことが大好きと悔しいくらい叫ぶから、いつかどこかでなんて言わせない、今すぐに駆けつけてこのパッションで誓ってよ、今はきっとこの恋と同じ、乗り換えなら今だよと同じ、熱っ、めっちゃ汗かいてる、分かった、なんでずれてるか、音が多分イヤホンをつけたり外したりしてると多分ね、あんまり調子ないんだと思う。お風呂上がりじゃないよ今日は、バッツリメイクしてます。バッツリメイク、バッツリなんだっけ、あと歌う曲ちょっと忘れちゃいそう、2曲アーモンドクロワッサンとフライングゲットね、その通りみんなありがとう、冷静な分析ですね、ハッチーだ、ごっくんがよく聞こえた、バグも手慣れてるバッツリメイクって言わない、よいしょ、ギンガムチェックはねえ、どうしよう、今度にしようかな、フライングヒットじゃなかったっけ、違う、4曲、4曲も歌うつもりだっけかなこちゃんだ、フライングゲットじゃなくて銀ガムチェックなの、そうだったんだっけ、ゆうきくん、くまありがとう、どっち、ポキって言った、ジーコ、どっちやねん、どうしようかな、フライングゲットで合ってる、ね、フライングゲットだよね、違うかな、アーモンドクロワッサン計画も歌おうって言ってたよね、あれアーモンドクロワッサン計画歌おうって言ってなかった、分かんなくなっちゃった、まあいいや、ももちゃん好きな曲いいよって、ありがとう、
あんたんがしたいのしな、ありがとう。なぎちゃんの好きなの優しいね、みんなね。アーモンドクロワッサン計画美味しそうやな。かわいい。まぶたピクピク治ってないのよ。一生ね、まぶたピクピクしてる。なんでもいい？まきちゃん、くまありがとう。寝なさい。寝なさいって言い方おもろすぎん。今日の夜はめっちゃかわいい。ありがとう、ピンクちゃん。なんだろうね、疲れてるのかな、目が。ファンデーションはイヴ・サンローランを使わせていただいております。一生ドキドキしといて。アーモンドクロワッサン好きなんだよな。でもたくさん寝てね、ありがとう。私多分携帯見すぎてんだよね。うーん。そうそうそう、なんでだろう、めっちゃ止まらん、ピクピクが。なんか突然来るじゃん、あれ。よくまぶた痙攣する、それな。エゴサのしすぎ死ぬ。そっか、電子画面の見すぎなのかな。そう、だからね、いつもここら辺がめっちゃ頭痛い。ピンクちゃん、クマありがとう。ゆっくり休んでね。痙攣は突然に。わかる、私も時々なるの。もろは、もろ、あ、ザンズキさんかな。クマありがとう。高速まばたき。睡眠不足、最近ね、5時起き1週間やってたからかも。ブルーライトメガネ、確かに。なきは自由に楽しんでね、ありがとう、みたきたん、優しい。みたきたん。ゆっくり休むんで、ありがとう、よちゃん。気圧もね、あるね。頑張ってね、偉いね、優しい。爪がもげた？大丈夫？そう、毎日5時起きだったの。そうなのよ、まぶたピクピクしてるの嫌なのよ。何の話？なんか病院みたいなじゃん。あの、まぶたがピクピクして。そう、でも最近は5時起きじゃないけど、今日は6時起きだった。明日も朝早いかも。偉すぎ、ありがとう。早起きは苦手じゃないんだけどね、別に。そんなにお薬処方してください。医者多くない？無理しないでね、ありがとう。森の Q さん、クマありがとう。あ、宮坂タクシーもクマありがとう。まぶたな、待って、 10% はやばいって。え、なぎもりなってないかな。やだよ、まだ寝ないよ。あ、なぎもり、あ、なた、なんかドラマ見てる？見てないけど、なんだっけ、聞かざる恋のなんたらかんたらみたいなやつが気になってた。そう、あと、なんだっけ、恋はディープにみたいな。なんか私、恋愛ドラマが好きなんだよね。遅くまでエゴサしてないんだよ。なんか聞かざる恋にはなんたらかんたらみたいなやつはファンの方がめっちゃ見てて、そうで、みんな見てるって言ったから。何置き侍、そう、聞かざる恋には理由があって。そう、聞かざる恋のうんぬくんぬ。山下美月さんが出演されてる。今日の10時内やってるの。そうなの。花束みたいな恋をした、見た？見てない。聞かざる声のうぬくん。コントが始まるが面白い。私が好きなね、今までの、え、なんかね、おすすめのドラマ教えてほしいの。なぎさが今まで好きだったのは、あの、なんだっけな、ラストフレンズとか、あと、なんだっけな、リーガルハイとか、全開ガールとか、プロポーズ大作戦とか。あかんちゃん、くまありがとう。あと、なんだろう、メイちゃんの羊も好きだった。ドラゴン桜、
砂の塔を見た、ヒガンバナも見た、シグナルも見た、ネメシス面白い、オレスカ見てないな、ボス恋は面白かった、失恋ショコラテ見た、ごめんね青春も好き、35歳の高校生も大好き、イケパラも好き、ラストグレンズはねドロドロしてるのが好き、人形、女王の教室、テセウス、名前を知らない女神好きです、極戦しか勝たん、極戦は見てないな、ミュー、あ、相棒見てないな、学校の階段大好き、オレスカ面白いんだ、鍵のかかった部屋見てないなドラマの話をするっていう面白すぎるでしょ、あと何が好きだったかな、アンナチュラル、ママが面白いって言ってた、オレンジデイズ、僕らは奇跡でできる、夜行観覧車、花壇韓国のやつ見たわ、なんたん本当に17歳、恋仲見てないな、何見てんだろう私、逆にうちの三姉妹とか好き、あと謎解きやディナーの後で、あ、すごい言ってる人いた、謎解きやディナーの後で、ドロドロ系ドラマ大好きなの、あとはミスパイロット好き何の話、金田一少年も見た、サチールのワンルームしか勝たない、バロタバロタバロタくんっていうドラマ知ってる、ママが好きだ、イテオンクラス、そうなんだ、ドラマ全然見ないんだ、半沢直樹、ママが面白いって言ってた、クジュンピョクムドゥンピョクムジュンピョ、なつみちゃん、クマありがとう、なつみだ、そちら面白いよね、女神降臨も見た、中学生日記も見た恋は続くよどこまでは毎回見てた、俺のこと好きでしょも見てためっちゃ見てんじゃん私、どんだけ見てんのって感じじゃない、そうそうそう、私の家政婦渚さんね、マイカが言ってたやつ、あなたの番ですも見た、夏夜空しか勝たん、夏夜空見た、みんなドラマの話楽しい、ドラマの話とかなんかおかしな話するとなんかすごい女子高生になっちゃうのよ、 JK になっちゃうの私、なんかとか言って勉強になります、ドラマは録画版かな、あーでもあれかも、なんかサブスクで見るかも、花の千春見てない、ターシー、なぎちゃん好きですよ、怪物くん見た、夏夜空見たよって、ありがとう、何万回見てんのそれ、かんちゃん、天国と地獄はママが、あ、コードブルー大好き、かけぐる、 JK が一番いい、 L、 そうラスト JK だから、なぎちゃん、イエイ、あ、カツ丼さん、カツ丼さん出た、このなんていうの、クマのタワーみたいなやつ、ありがとう、あ、ヤマトナデシコ見たよ、夏夜空嫉妬しました、カツ丼だ、カツ丼、この間なんかカツ丼がねずっとそんな基礎のこと好きになってくれて、なんかいつも画像なんかいろいろ私のこと好きって言ってくれて、すごいカツ丼と仲良くなりたいなって思ってたら、お話し会でまさかこの間本当に、あ、サイン会かで、なんか本当になんか会えたというか、お話できてすごい嬉しくて、なんかカツ丼のことすごい見れて嬉しかった、怪獣かぶってたカツ丼そうなの、そうなの、そうだからカツ丼に初めて会えてすごい嬉しかったし、これからもっともっと距離を縮めていけたら嬉しいなって思ってるよ、カツ丼だっけ、カツ丼もしよかったらコメント書いてね、なんかしてほしいことあったら、カツ丼食べたい、大好きだよカツ丼私のアイディア、カノビジン好き、ドラマぜひ出たいです、めちゃくちゃ出たい、山田太郎物語、大和なでしこ見たよ、優しい嘘ならいらないそうそうそう、ママが好きだったから、そうママがね好きなやつは見てる、あ、まゆちゃん、くまありがとう、やばい、あと2曲歌えるかな、とびっきりのエール、何がいい、あ、初森ベマーズ全部見てた、バンされる、無理、カツ丼、いつも頑張ってて偉いよ、なぎさが応援してるから今日も一緒にカツ丼頑張ろうね、大好きありがとう、カツ丼今日も学園ドラマ見ててほしい、
ドラマ楽しみにしてる、ぜひ楽しみにしてて。あ、桜からの手紙も見たよ、 AKB さんの。あなたドラマ楽しみにしてありがとう、マヨネ。スカッとジャパン懐かしい。 TTR タマありがとう、 TTR 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 ありがとう。 TTR もしよかったらコメント書いてね。いつもね、前ねツイートしてたことでね、違うよって思ったことあったんだよ。 TTR は本当に渚のことをずっとこう好きでいてくれて、渚にいっぱいこう夢とか教えてくれたり、一緒に頑張ったりしてて、だからなんかこう、なんて言うんだろう、全なんて言うんだろうな、居場所がなくなったとか絶対思わないでほしいし、ずっと渚のことずっと好きでいてほしいなって思うし、なんだろうな、いっぱいこれからもいろんな話したり、 TTR の夢とか応援したいなって思ってるから、ずっとこれからもわがままのお願いになっちゃうかもしれないけど、そばにいてほしいし、実は渚のことが一番好きなのも分かってるんだよ。ありがとうね TTR、 今日も好きでいてくれてチュキもしよかったらなんかしてほしいことあったら書いてね。スカッとジャパンの演技好きだと嬉しい。ハッチ、ナギーが連れ合いドラマ出たら嫉妬が止まらないとびっきりに可愛い顔。アニメはあれが好き、女子高生の無駄遣いと破滅フラグ、世にも奇妙な物語、マジスカ学園、プリキュア実写版、胸キュンスカット。明日からまた仕事頑張れ、頑張れる、よかった。なんたのスカッとジャパン見てる、嬉しい。君がるちゃん恋愛ドラマアイカツ、 PTR もしよかったら書いてね。ハメフラ、そう、ハメフラめっちゃいいよね。しっかり嫉妬の準備しとくわね胸キュンはダメなの。アイカツとかラブライブね。学校休校になるの、毎日動画見る。胸キュンスカート出たら泣いちゃう鼓膜麻薬やったし、サバドル好き。全てが嫌になって投げ出しそうな自分に喝を入れてください。大丈夫だよ TTR、 だけど一緒に頑張ろう渚とね。頑張りすぎず一緒に頑張りたいし、渚が TTR が頑張ってたら頑張れるから、一緒に夢を追いかけていこうね。大好きだよ、いつもありがとう、応援してくれて TTR。 チュキチュキチュキ TTR 好きだよ、いつもありがとう、応援してくれて。アイカツランちゃん推し、そうそうそう、カツ入れられたかな TTR。 じゃあカツを入れられたところでもう一曲歌おうアーモンドクロワッサン歌おうかな。 MV でも嫉妬しちゃう、頑張りすぎると頑張るの本当ありがとう。アーモンドクロワッサンアーモンドクロワッサン計画。アモクロ好き、私も。ちょっと待って、予習しとこう、アモンドクロワッサン一回。手遅れでも嫉妬したの、うん、まだ食べてないからお腹空く。予習させて。ちょっと待って、一回聞きたい。一瞬ズルズルで一生知った、どうした？アーモンドクロワッサン計画ねえ、私も大好き、名曲だよね本当にちょっと待ってね、聞こえるみんな、あ、オッケーオッケーオッケー、いけるいける気がする。国道をチャリンコひたすらこいで、もやの中にあのベーカリー
街で噂なんだ、おいしいパンを焼く店とあなたのために選びだからランチボックス届けてあげる。将来を考え始めたの、そいつまでも学生じゃないし、そろそろ現実見つめなきゃね。18で時計は止まらないし、計画立てよう、アーモンドクロワッサン、それがお目当て、あっという間に売り切れてしまうかな。こんな長い行列、欲しいものはいつまでも待つけど、いつの日かこんな店を出したいな。少しだけ豪調なパン職人、あなたになってもらって、そばで手伝いたい。 B メロ、 A メロめっちゃ難しい。どうか、仲がいい夫婦二人てきり盛りしてる、もう勝てはいないけれど、なんだか幸せそう。いつか私たちもこんなカップルになりたい、24時間一緒にいてきっと同じ夢を見ている。デートを繰り返すことよりも当たり前に家にいるっていい。朝から晩まで働いても辛いとか苦しいなんてってこと絶対ないわ。アーモンドクロワッサン、みんなが好きで近所の人の毎日の朝食よ。あなたと私だけで地元密着地が手がない。振り向けばこの妄想がきっかけ、たかがパンだと思って修行して、されど奥は深かった、頬張れば笑顔になる。ふわりがちょっと曖昧でごめんなさい。親だって年も取ってきたし、お見合い写真チラチラ見せるし、さすがに遊んでいられないわ。抗っても月日は過ぎてくし、何か始めよう、計画立てよう、アーモンドクロワッサン、それがお目当て、あっという間に売り切れてしまうから、こんな長い…すいません、なんか止まりました。欲しいものはいつまでも待つけど、いつの日かこんな店を出したいな。少しだけ豪調なパン職人、あなたになってもらって、そばで手伝いたい。10% になったらしい。かわいいよね、アーモンドクロワッサン。一回消します、ちょっと待って、一回消しますてか充電します。ほっ、そう、また 10% なのよ。
パチパチありがとう。一生充電たまらない。それな、充電できたかな。できてますように。甘くら聞けて嬉しい。パン焼きます。かわいい。結局知らないけど、かわいい。ショールームね、バッテリー確かに。くるみちゃん、くまありがとう。夏美、名古屋スペインで楽しかった。ありがとう夏美、今日も大好きだよ夏美。これか、待って、こう。あとさ、これ何、目の上で何のポーズしてって言ってるのこれ。夏美ちゃん、今日、昨日も来て、名古屋、一昨日か、一昨日も来てくれてありがとう。大好きだよ夏美。いつも渚のこといっぱい愛してくれてありがとう。オンラインもね、お話し会とかたくさん会いに来てくれてありがとう。これからもずっとずっと渚のこと好きでいてほしいし、なんか渚のこと好きになったきっかけとか、いつも渚のこと好きな理由とか、なんかずっと言ってくれてて、なんかこういつも安心するし。レモン少年、そう、これからもずっと好きでいてね夏美。レモン少年、レモン少年、何これ、レモン少年。目の上で逆ピース、どういうこと、目の上で逆ピース、こう、こう、こういうこと。夏美大好きだよ。あとクマもやっとこう。クマ、サナアタンのエピソードは、今日サナからアナアタンのこと待ち受けにしてるよって連絡が来ました。サナアタンだよ、ずっと好きでいてね夏美、約束。そんな感じ。人差し指と親指、人差し指と親指、こう。サナータン最強。充電ないのにラグ全然。そうなの。あ、テニーちゃんギリギリ、ありがとう、間に合ったって。ギリ間に合ってよかった。ゆいたんこちゃん、斉藤なぎさどうですか。嬉しい。ほう、サナツンと気が合いそうですね。歌ってるの見てるとアイドル続けてくれてありがとうってなる。嬉しいよ。ナタの元へ戻ってきたくて秒で。ありがとうかなこちゃん。最後にフライングゲット歌いたいね。待って、もう48分じゃん。どうしようどうしよう。また止まった。そして、あ、宮坂拓司、タワーありがとう宮坂拓司。あ、待って、夏美ちゃんなんかしてほしいことあったら書いてね、ぜひ。宮坂拓司もぜひ書いてください。そしていつもあのいっぱい宮坂拓司、宮坂拓司って本名じゃないけど、どうなんだろう、宮坂拓司でいいのかな。フライングゲットが聞きたい、ほんと。じゃあフライングゲット歌っちゃおうかな、宮坂拓司のあのリクエストに応えまして。ありがとう、好きでいてくれて。宮坂拓司、いつもねお仕事中とかにお話し会してくれたりとか、いっぱい優しく渚のことこうなんて言うんだろうな、包み込んでくれるようなあの優しい宮坂拓司の宮坂拓司って言ってるのじわるんだけど、そうそうそう、メガネね、メガネが似合ってる。宮坂拓司って呼ばなきゃダメ。宮坂拓司、これからもお仕事頑張ってね、応援してるよ、大好き宮坂拓司。宮坂拓司じわ。じゃあ宮坂拓司がね、もうねフライングゲット歌ってほしいって言ってくれてるってことで、歌おうかしら。なななな、夏美ちゃんしてほしいことある、なんか気分は斉藤なぎちゃん。ありがとう、こちらこそだよ。じゃあ順読んでいこうかな。何がいいかな今日。何がいい？私の好きなところを言って告白してほしい。夏美、うちの夏美がいつもずっと好きでいてくれて、なぎさのこといっぱい考えてくれるの好きやねんな。せやからうちのことこれからもずっとずっと一番好きでいてほしいんやけど、いいかな。恥ずかしい。どうですか夏美ちゃん。夏美好きだよ、ありがとうね、好きやで。ピンクちゃん、クマありがとう。エセ関西弁言わんでもろっていいですかな、夏美ちゃんな、ほんまにうまいよなうち。
うまいよな。じゃあ何がいいかな。パン屋一緒に開こうにしよう。ずっと好きだよ、ありがとう。13ひでぽん、パン屋一緒に開こう。12まきちゃん、パン屋一緒に開こう。11もりじゅん、パン屋一緒に開こう。10位りゅうせいくん、パン屋一緒に開こう。9位まさとくん、パン屋一緒に開こう。みんな開くって言ってんのかな。8位そらちゃん、パン屋一緒に開こう。7位森の Q さん、パン屋一緒に開こう。6位カツ丼、パン屋一緒に開こう。5位滝若丸、パン屋一緒に開こう。4位宮坂拓司、パン屋一緒に開こうね。3位夏美、夏美パン屋一緒に開こう。2位 D、 パン屋一緒に開こうね。1位 DTR、 パン屋一緒に開こう。恥ずかしい、パン屋だらけ。パン屋13店舗やめて。パン屋開きすぎ、それな。パン屋巡りするしかない、みんな看板娘になるから。全部13個の私。待って、待ってね、ちょっと一回見たい歌、ちょっと待って、ちょっと待って、一回聞きたい。フライングゲット、フライングゲット予習させて。まあさ、よく聞くと言ってもさ、やっぱさ、忘れ、なんていうの、ふわりが分からなくなってしまうことってあると思うんだよ。看板娘、なぎベーカリー。ちょっと待って、またバンされちゃうから、一回遠くで遠くで聞くの死ぬ、おもろ。ちょっと待ってね、どこまで、ちょっと待って予習偉い、予習大事、大事、大事だって。ちょっと待って、ちょっと待ってね、みんなちょっと待ってほしい。いや歌えると思うんだよね。あ、全然いけるわ、全然いけるわ。とか遠くで、これも定期、確かに予習大事、大事、予習は大事。はい、パン屋で元気出た、よかったわ。今日も元気でいてくれてありがとうね。はい、はあ、やっぱりわかりました。今からループしますって言った方が絶対にループしないんだわ。ループします。ねえ待って、また止まるフラグある。絶対止まっちゃう、絶対途中で止まる。だって今 11% だもん、 10% になったら言うんだもん、この人。じゃあ歌います。最後の曲聴いてください、フライングゲット。絶対一回止まるから許して。な、めっちゃ言ってる。ギラギラ容赦ない太陽が、強火で照りつける on the beach。 うぬぼれ温度は急上昇、落ち着かないのは真夏の差がだね。二人目が合えばなぜかそらすのに、僕をまたすぐ見る君って、もしかしてもしかして、フライングゲット、僕は一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。フライングゲット、何か言われる前に心の内ビビッと感じるままに、誰といても微笑み方で君が僕に恋をしてるのは鉄板。フライングゲットだから誰より早く、君のハートのすべて僕のもの、好きだからラブフラゲー。むずい、クラクラ動揺した順調で砂浜チラ見捨てたビキニ、告白ウェルカムさ置いて
素直にならなきゃ楽しくないぜその目誘ってる僕に来てくれとそれが妄想としても声を叫んでなきゃ始まらない。ブランケットを君に空振りしても当たって砕けろあるある男じゃないか。ブランケットいつもやるだけやるさ黙って見てても恋は売り切れるよ。行き過ぎやすでも一番乗りで僕が君にゾコンゾコンなのは嘘を。ブランケットをようやく待ってるような周りの男たちを出し抜いて得意げにラブフラゲけど僕は一酒に君の気持ち今すぐ手に入れようか。ブランケット何か言われる前に心の内ビビーと感じるままに誰といても微笑み方で君が僕に恋をしてるのは出番。ブランケットだから誰より早く君のハートの全て僕のもの好きだからラブフラゲナナ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 ナみんな今日もありがとう来てくれて。おやすみ。ちょっと私は今日みんながまぶたピクピクをね心配してくれたので寝たいと思います。今日も見てくれてありがとう。みんな大好きだよ。あ、まだ33秒。ひなたひろぽんお疲れ。こちらこそありがとう。まゆ DTR ロッシー宮坂タクシーズーミーさん、そうみんな心配してくれてありがとう。ちょっと一回目を休めたいと思います。大好き。私も大好き。あ、明日の8時MV 公開されるのでぜひオーダーに皆さん楽しみにしててください。こちらこそいつもありがとう。治ると良い。またね。バイバイ。大好きだよ。